大門宿本陣、表門大門宿大門宿は、江戸時代に整備された、日光五条堂の宿場町。現在の埼玉県埼玉市緑区大門に位置する。大門宿は、当初、鎌倉街道中道に沿ってできた集落で、中世には、市が開かれた。中世の幹線で、欧州街道、奥大道などとも呼ばれていた。戦国時代の末には、神馬の継ぎ立など、 宿場として機能していったという。日光五条道は、江戸時代に幕府により整備された街道の一つ、日光成街道とも呼ばれている。道筋は、本郷大岩けから、大門宿や岩月宿などを通り、札幌宿の手前で、日光道中に合流している。江戸時代初期には、岩月を通ることから、日光道中岩月通り、岩月道などと呼ばれていたという。 日光五条道と呼称されるのは徳川家康が日光に祀られ歴代の将軍が社参の際にこの道を使うようになったためという初めての社参は現那三年という日光五条道は五海道同様幕府の管理となり道中奉行の管轄であったしかし日光五条道が公式文書に見られるのは天明五年以降であった 正式に日光五条堂の宿場町となった時期は、はっきりしていない。漢文六年には隣接する鳩ヶ谷塾、岩月塾までの皇帝運賃の記録が残されているという。また、天羅二年、五条堂の宿場に組み入れられ、打賃考察が交付された。大門村は、元六十年、岩月城主、松平伊賀守田立家が田島国伊豆市に天保になった時、 岩月半寮から幕府寮に変わり、同時に大門宿と改められたという。大門宿は、元禄十三年、岩月半寮から幕府寮に編成前となった際、宿場に認定されじ、間平左衛門が本人、どんやを任ぜられた。大門宿は、日光成街道の起点の本郷を岩いけから、岩淵塾、川口宿鳩谷塾と北上して3番目江戸から6里19町の、 宿場町である。日光五条道宿村大外町によると、大門宿は、店舗14年、町の中心は、大門エリアから徐々に、浦和みその駅周辺に移りつつある。また、昭和初期に短期間だけ営業していた武州鉄道の駅として、武州大門駅があった。次の宿場は、岩月宿で、岩月城下が広がっていた。 埼玉高速鉄道が似たようなルートをたどっている。日光社山を再現した日光おなり街道、味噌の大門宿祭りが開催されている。1694年創建の本陣表門と1775年創建の脇本陣表門が建造された当時のまま現存している。本陣は県指定史跡、脇本陣は指定有形文化財となっている。 隣の宿場町浦和博物館、浦和博物館特別展、日光五条道展示解説シート2011年、浦和博物館、浦和博物館特別展、日光五条道展示解説シート2011年、浦和博物館、浦和博物館特別展、日光五条道展示解説シート2011年、浦和博物館、浦和博物館特別展、 日光五条堂展示解説シート2011年、AB 岩月市595ページ。角川日本地名大辞典編纂委員会、662、P 浦和博物館、浦和博物館特別展、日光五条堂展示解説シート2011年、天保14年、日光五条堂祝村大会長による。文化財紹介大門宿本陣表門埼玉市。 文化財紹介大門宿、脇本人表門埼玉市。ありがとうございます。